い、皆さんこんにちは。今日はですね、溝切りをできるだけ楽にする方法という、ちょっと動画をですね、撮りたいと思います。まずですね、溝切りをするにあたって大事なのはですね、この田んぼのコンディションを実は整えることなんですね。結構ね、ドロドロの田んぼのところで溝切りをやると、こう溝切り機に泥がまとわりついて、すごく取り回しが重くなったりしてですね、ものすごい大変になりますが、あることに注意するだけでですね、その辺がですね、非常に楽になります。それではちょっとポイントをお話ししていきたいと思います。まず最初に第1番目のポイントとしましては、地面を、田んぼの地面をですね、ある程度固めることなんですね。田んぼの地面がある程度固まるっていうのはどういうことかというと、 これをこう足を踏んでこう戻らない程度、足跡が残って戻らない程度ですね。これぐらいに固めておくと実は楽になります。楽にできるし、掘った溝が元に埋まって戻りにくいですね。なので二度手間が防げます。そして、ある程度ね、足跡が残るぐらい固くした田んぼに、なった後はですね、こう水を前面に張っておくといいです。で、なんで水を張るといいかと言いますと、水が張ってあるとね、泥離れがいいんですね。で、あとなんかこう溝をこう十字にこう切ってですね、手でこう溝が十字になるところで、こう手でこう溝をこうつなげたりするんですが、その作業をやるときもささっとこう手が洗えてですね、非常にいいです。で、泥がまとわりつかないので、かなりなんつうか軽いです。なのでこのセッティングですね、この田んぼの、事前準備、これをですね上手にやれてると、溝切りが、だいぶ楽になります。それでもね、多少大変なんですけれども、ドロドロの田んぼをやるのに比べたらすごく楽になりますんで、一回試してみていただきたいと思います。ではちょっと実践してみたいと思います。それでコース取りもね、これはまあ人それぞれだと思うんですが、私は最初に外周を一周してから、それから後でこういうふうにこう切っていきますね。で、その切るときに十字になったら、もうその都度手で、その十字になった溝をですね、つなげていきます。その方が後になって一周回ってですね、まとめて、つなげる作業するよりは、もうその歩く分のね、2回歩く分の、歩いて回る分の、手間がなくなるんで、その都度ね、溝切り機を止めないといけないんですが、それでも多分その都度やった方が、ついでできて楽だと思います。じゃあ行ってみましょう。この溝の縦と横にクロスする部分のところをやるときは、乗らずにですね、どうせすぐ降りるんで、ここの部分をこうキックボードに乗るような感じで踏みながらこう進みます。そうするとそのままこう溝をつなげる作業ができて、楽です。こういうちょっとしたところなんですが、これ意外と地味にいいです。ちょっとやってみますね。
この田んぼはですね、ここの山際からですね、ちょっと水が湧きますんで、山際を、しっかり、切っております。で、これ結構ね水が多いんですけど、ある程度固めてるんで、しっかり溝がね残った状態になります。今これで排水をしておりますんで、まあ、ここでさらに、多少田んぼをですね固めることで、しっかり溝が維持できるという形になります。はい、水をね溜めてやってたんで、向こうで結構ねこうやってこうここで泥をねかく作業とかしたりしたんですけど、手は非常に綺麗です。はい、溝切り機もね比較的泥がね、まあ多少この辺残ってますけど、まあかなり泥はその都度落ちていくんで、結構軽く取り回しができます。でさっきねちょっと、説明がちょっと丁寧に説明ができてない部分があったんで、ちょっと一個説明するとですね、この仮面ライダーそのものの取り回しについての説明をちょっとしてなかったんで、これしますと、ターンをするときはですね、これ全部持ってこうやってこうターンすると、まあこれまだね泥が離れてるんで、まあ言ってもまだそんなに重くないですけど、もっと簡単にターンする方法がありまして、お尻だけ上げて、まあ、このような形でこれお尻を上げてくるくる回せばですね、全く持ち上げなくてもかなりターンができます。なんでこれもねかなり楽に作業するポイントですね。でこの際にここの後ろに泥がついてないので、ここはもうすごい軽いです。はい、という形ですね。なんでまあ溝切りね結構重労働ではあるんですが、まあ、今のような点をですね押さえると、まあ、言ってもかなりマシに楽に、まあ、比較的楽に、作業ができますので、ちょっとやってみていただければと思います。まあ、そんなこと知ってるよという方もねいるかもしれませんが、まあ、稲作初心者の方にですね、この動画が役に立てばと思います。それでは以上です。どうもありがとうございました。